もうちょっとかな。はい。かけてください。どうも料理のみさん、リュウジです。はい、ということですね、今回はですね、コラボ動画でございます。今言えてた今。ニチレイフーズさんとのコラボです、こちらのですね、焼きおにぎり、これ皆さん食べたことありますか？あ、僕ね、子供の頃から食べてるんですよ、これもうほぼほぼこれで育ったの。これをね、自分で温めて食べてた。これうまいんですよね。で、今ねちょうど温めてたんですよ、これ。じゃあ、いただきます。うん、この味ね、めちゃくちゃうまい。僕の中で焼きおにぎりっていうとこの味なんですよね。で、ニチレイフーズさんの焼きおにぎり、これね、もちろんそのまま食べるのが多分一番美味しいです。はい、なんですけども、今回はですね、この焼きおにぎり、家にある調味料をですね、駆使して焼きおにぎりがですね、もう無限に食えてしまうというですね、そんなレシピを、私ちょっと引っ提げてきましたので、もしかすると10個入りなんだよ、これね。もしかして最後の4個ぐらいはこの味で食べたいかなっていう方いらっしゃると思いますんで、そのために、今回はちょい足しをして、この焼きおにぎりをもっとね、違う味で楽しめるような最高のレシピを用意してきましたんで、今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、これから作っていきたいと思うんですけども、まあ慣れ親しんだ味なんですよね、このね、焼きおにぎり。そしてですね、馴染みの深いこの焼きおにぎりをアレンジする上ですごく大切なことがあります。はい、やっぱりね、馴染みの深いドリンクを飲みながらやることですね。ちょっと用意します。僕の実家の味をね。はい、はい、ということで慣れ親しんだ味を、確認しながらやっていきます。この味、この味。慣れ親しんだと言っても、僕が二十歳の頃からなんで、15年しかこれ歴史ないんですけども、このね、焼きおにぎり、なんとね、歴史30周年です。これね、多分ね、僕ね、本当に初期の頃から食べてます。かなり小さい頃からの記憶があります。お弁当とかにも入ってた。なんでですね、この慣れ親しんだ味を、使って、バズレシピを作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、ちょっとさっき開けたんだけどね、はい。この焼きおにぎり、食べやすいサイズでね。焼きおにぎり、これをね、お皿に持っていきます。これね、いいところがね、ラップしないでも温まるんですよ、これね。今回ね、4つ使います。600ワットで3分、このままね、温めていきます。で、温めてる間に、今回はね、辛味噌焼きおにぎりなんですね。これがね、本当にこの辛味噌がめちゃくちゃうまいんですよ。これ作っていきます。はい、まずはね、お味噌、これ無添加のものです。小さじ2杯で、ここにみりん、みりん小さじ1杯、甘みちょっとつけます。で、あとごま油小さじ1杯、これも全部入れちゃいます。で、うまみ調味料が大体2振り、まあ、0.2g ですね。おろしにんにくなんですけども、今回生のものでやりますけども、チューブとかでも全然大丈夫です。はい、もうほんの少しで大丈夫です。あんまり入れるとね、にんにくにんにくしちゃうんで、これぐらいね、これぐらい、4分の1とか3分の1ぐらい、チューブだと 1,2 センチで大丈夫です。で、これをね、混ぜていく。これがね、最高に美味しいおにぎりになりますんで、この味噌ね、かなり、まあ、病みつき味というか、無限に食べられる味がします。これでも、これでね、準備完了なんですよ。はい、あとはね、ほらもうね、温まる間にできちゃう。で、この味噌はね、結構いろんなものに使えますんで、このままいろんなものを塗って、お野菜とかね、塗っていただいて焼いても全然大丈夫です。まだかな、まだかな。で、取り出したら嗅いでください、この香り。めちゃめちゃ香ばしいんですよ。これがね、ニチレイさんのすごいところですよね。もう取り出した瞬間にこのお醤油の香ばしさがふわっと香るんですよね。これが素晴らしい。このままでももちろん相当美味しかったんですけども、まあそれだけだとね、ちょっと料理研究家としてどうなんだって言われるんで、今回はね、ちょっと工夫していきます。焼きおにぎりってこのまま食べても美味しいんですけども、オーブントースターでちょっとね、焼いてもすごく香ばしくなって美味しいんですよ。これはね、この味噌塗らなくてもそう、普通に焼いたのと変わらないぐらい美味しいんですよ。皆さん、やったことあります？やったことない人はやってみてください。今回ね、それを活用、応用します、僕は。はい、ではですね、これちょっと僕のオーブントースターの天板なんですけど、まあ、クッキングシートね、まあなくてもいいんですけども、なくてもいいんですが、あった方がね。で、ここにおにぎり乗せていきます。これがね、飲んでるね、後半に出てくるとね、テンション上がるんだよね、これね。じゃあね、ここに先ほど作ったこのやみつき味噌、無限味噌、こいつをね、塗ってく。4つ分なんで4等分にしてくださいね、これね。片面だけです。もともとね、これ焼きおにぎりにいい味がついてますんで、少しでいいです。
で僕はね、結構濃いめの味付けが好きなんで結構塗っちゃいますけども、これはねほんの少しでも美味しいんで、ちょっと皆さんね加減してみてください。これねおつまみにもなるんですよ。これを僕家でやった時にもうガッツポーズしてすぐハイボール飲みました。こんな感じですね。香ばしい味噌を塗ってですね、焼き味噌おにぎりにアレンジしてしまうっていうレシピなんですね。これね本当にね、もうこの4つ全部一人で食べられちゃうぐらい本当に美味しいんで、このまま食べても美味しいんですけども、このね日出の焼きおにぎり焼くことによって何倍にも美味しくなる。焼くとすごい美味しくなる。もうやったことない人やってください。これいやーもう勝利が確定しましたね。これはね、でトースター、まあうちのトースターだと200度とか設定できるんですけども、表面のお味噌ちょっとパリッといかせた方がいいので、火力は強めでいいです。はい、強めで今回は4分ぐらい、ちょっとね様子見ながらやってください。上のお味噌がジュクジュクっとちょっと言ってきたら、もう非常に香ばしい味噌焼きおにぎりが完成しますんで、なんでちょっと今回4分とりあえず焼いていきます。じゃあ4分間皆さんブレイクタイムでお願いします。あーいいね、いい、あーいいよ、これですよ皆さん。今チンってなりましたよ。これね皆さん開けた時の香り感じてください。これあーこれこの味噌の焼けた香りとこの醤油の香ばしさもすごい香ってくる。これでもう飲めます。もう調理工程までも美味しいというね。じゃあこいつをちょっと取り出してこんな感じ。はい、これはね、もう盛っちゃおうか。お皿がありますんで、お皿にもう、盛ります。あら、かわいいですね、これ。ちょっとね、表面がね、パリッといくんですよね、これね。で、ここに、最後の仕上げいきますよ、皆さん。辛いのがお好きな方だけでいいです。もうね、七味唐辛子、かけてください。ごま油と味噌の感じだけでも美味しいんですけども、これがですね、ちょっとね、風味も足してくれます。そして、仕上げに、ラー油です。これでね、香りと辛みがさらにプラスされます。こちらで辛味噌焼きおにぎり完成でございます。はい、それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。これ絶対合うよ、 100% 合います。もう手でいいですね。はい、じゃあまず皆さんこの辛味噌焼きおにぎり香り嗅いでください。もうね最高の香りするんですよ。じゃあいただきますね。うまっ、最高にうまい。焼きおにぎりがおつまみになる瞬間ですよね。このねごま油の入った味噌を焼きおにぎりと一緒に焼くことによって香ばしさがもう半端ないです。そして味付けは結構ガツンとした味なんですけども、この辛味噌がね焼きおにぎりの味を何倍にもね引き立ててます。お醤油と味噌ってすごく相性いいですからね。これはうまい、晩酌の時に食べたいですよね。もう一個食べたいんだけどハイボールがなくなっちゃったので足していいですか。で、もしね、味を変えたいなっていう方がいたら、これ、今回、七味とラー油をかけてるんですけども、最後にね、七味の代わりに黒胡椒とかでも美味しいですよ。味噌なんですけども、僕結構お酒飲むタイプなんで、結構塗ってますけども、ちょっと薄味がいいなっていう方は、味噌ほんの少し塗っていただくと、味の調整もしやすいですので、そのあたりはね、ご自身で調整、していただくといいです。何がいいって、このトースターで焼いてんのがうまいんですよ。これ、ね、計算されてると思うんですよね。トースターで焼くと、醤油の麺とかってパリッとするんですよ。なんで完全に焼きおにぎりなんですよ、これね。これはやってほしい、最高にうまいから。これでも味噌の味もあるんですけども、もともと焼きおにぎりの表面にね香ばしい醤油の味がついてるから、だからこそ美味しい。だから味噌の香ばしさと醤油の香ばしさが相乗効果になってものすごい香りを生み出してるんですね。なんでお酒が進むわけです、皆さん。俺ほんと好き、これ。なんならもうこの味で売ってもいいんじゃないかぐらいな。ちょっと言い過ぎか。あ、いやでもいけると思う俺。じゃあですね、こちらの辛味噌焼きおにぎりいかがでしたでしょうか。ね本当にうまいですこれ。そしてこちらの日出フーズさんの焼きおにぎりは全国のスーパー冷凍食品売り場に売っておりますんで、こちらまだね食べたことない方いらっしゃると思うんです。僕の育った味です、実家の味です。まあぜひレンチンして食べてもらって一回トーストで焼いてほしいな。もうねその味だけ確かめてほしい。冷凍焼きおにぎりってこんな美味しいんだって絶対なりますから。なんでですね、ぜひ皆さんも、買っていただいて辛味噌焼きおにぎり試してみてください。あとはね、ほら、もうね、温まる間にできちゃう。じゃあ、あと30秒ありますんで、ちょっと、もう、いただきます。
いいですね。